え、そんなことある？あ、あった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 、思い出す。姫、ご無事ですか？あなたたちにお願いがあります。この人を海星の祠まで連れて行ってください。急いで、彼の命が燃え尽きてしまう前に。まさにここゼルダ。リンク、今あなたは100年前の私との思い出を、そのすべてを取り戻してくれました。私はここでハイラルの城で待っています。あなたが薬剤ガノンを打ち倒してくれる日を。おお、知恵の記憶がコンプリートした。わ、鉄道行くぞ。やっぱここで目覚めたんだね。多分、こう誰かを守りたいって思った時に発動するというか。ミハーがなんか言いかけてたもんね、一番最初に。私が治癒の力を使う時何を持ってるのかなって考えた時に、みたいな。誰かをっていうか、リンクを助けたいってことなのかもしれないけど、どうなんだろう、どっちだろうな。そしたら、もうカノン討伐だけだ、残すは13箇所。思い出の中のゼルダ姫はいつも一生懸命だった。彼女の笑顔をもう一度この目で見たい。そうだな。
忘れ去られた遺跡。ここら辺じゃなかった？どこだっけ？忘れ、あ、これか。ここ飛べばいいか。あ、このあ、なんか置いてある女神像の前になんか置いてあると。開く。おお、いぶきの勇者帽子。荒野を旅する勇者のため。おお、じゃあズボンかこれ。おおちょっと待って、着てみようよ動詞からの褒美コンプリート。わあ、いつものリンクだなんか一気に幼くなった感じするね。これはなるほど、まだ素材使うじゃないかよし。ネルドラ、フロドラ。フロドラの鱗。と、ネルドラが2個か。ネルドラ、オルドラ、フロドラ。めっちゃ使えそうじゃない、これ。オルドラの粒なるほどね。いやー、ここまで来たら、でもちょっとこれを最大強化していきたいね頑張るか、ちょっと頑張ろう。はい、全部強化。よし、まだね、何がつくかわかんないんだよね。とりあえず着てみよう。マスターソード剣ビーム強化もう最後にふさわしいじゃないかというわけで、とりあえず外でやることは終わったから、あのハイラル城に戻って、攻略の続きをしようと思います。ワープ。さて、ここからまた始まる。続きから。せっかくだから。これの剣ビームだから、これか。これだ。これが強化されたのか。これって何？減るのかな、あの使えなくなるのか、マスターソード。刃こぼれしないのはすごい嬉しいんだけどトゥルルトゥ。さあ、おや、これは、これだね。これ、これ破壊しちゃっていいのかな？あ、いや。なんかすっごい音する。この向こうに何かがいるね。リザルフォスかな。何これ、本棚じゃん。おお、図書室、図書室に来たぞ。
すごい擬態してるけど。あ、こっちがいいな。なるべく武器を使っちゃいたい。イザルシールド。そんで、他にもいそうだよね、敵が。そしてめちゃくちゃ怪しいな、ここ。なんかありそう。ヤハハありそうじゃない？とりあえずヤハハはありそうだよ。広い場所だな、また。あの壺も壊して回った方がいいのかな。黒じゃなくて黒いリザルホスなんだみたいな。これなんか隠れてない？扉っぽいの隠れてない？気のせいか。はい。いや、壺は関係ないのかな。でも後悔、あ、上にいるのか。後悔しないように一応全部壊してみようかな。よいしょ。なんかビタロックするとさ、結構気づいてないもの見えたりする。よいしょ。この上にもリザルホスいそうだよね。よいしょ。ヤハハはどっか絶対そう、絶対そう。ヤハハ。こういうなんか隠れ甲斐がありそうな。これでさ、絶対そうとか言っていなかったりして。ありえるー。フラグかもしれない。あら、炎の矢だ。とりあえずこっち。リザルフォス、あ、宝箱。あ、この中にいるのか。リザルホス、どうにかして多分この中に入れるのかもしれない。それかこっち側にいるやつの音がめちゃめちゃ聞こえてたか。天気の矢、天気の矢。どっから降ってきたの。箱壊したとこかな。こっち側から来たら分かんなかったかもね、あの入り口。あ、間違えた。ギャー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 。ラッシュ1回じゃ倒せない。なんかこの格好のリンク見ると安心する。なんかナビとかいそう。リスンリスンっつって。あれ、ここの、あ、あ、あ、いや、でも目が開いてない。ここはそっとから入るのかな。向こう側は外から入るのか、ここがなんか見えない壁になってるとか。そんなバカな。上から入れる。あれかな、爆弾とかだ。あ、ダメージ覚悟で。いや、ダメだ。ダメージ覚悟で行ってみたけど。そんなんじゃないの？こっちなら行くか。いや、爆弾が向こう行かないのか。っていうことは、やっぱ向こうから入る。あー、でもなんか、ちょっと待ってね。うっすら外の枠が見える。
外から行くのかな、多分。くそー忘れてしまいそうじゃないか。スタンプ押したいんだけど、これ地図に地図にスタンプ押したい。だらら、あ、ちょっと待ってよ。あれを、あれ持ってきたら向こう行けるとかない？そんなことないか。そんなことないかもしれないけど、持ってってみようかな。そうだな。いったこれを、これもうちょっと、奥にさ、奥にさ、奥に、ダメだ。これだとね、ちょっと斜めがいいんだよな。あ、そんな感じ？乗れなくね？お、乗れた。これ、無理やり行けんじゃない？あ、行けた！やべ。でよかったのか。いやでもどうせここで開けられるからすぐ戻れる。多分こんな無理やり行くとこのじゃない気がする。っていうかそんな価値はない気がする。普通に多分向こうから行けるよ。わあ、果物がいっぱい。それで、バー、もう出たらすぐこれよ。この城どうなってんの？すぐ撃たれるから、出たらすぐ撃たれる。気をつけないとね、このお城で。これどこ？おお、これは、だいぶ、お城の、入り口に近づいたところかな。そんな感じがするね。これ、ほんと行った場所なんか、印つけときたいんだけど。こっちに行くと、このさ、太いルートは、まあ、後で、歩くとして、ちょっと一旦無視しようかな。そしたら分かりやすいか。もう太いルート以外のところを、あ、ヤハハを見つけてしまった気がする。いや、宝箱だった。だったらららら。こっちだ。よいしょ。はい。はい。はい。あ、これ大丈夫かな。おお、いったいったいった。ええー、ネルドラの鱗取りに行っちゃったよ。ああ、そうかそうか。ああ、で、あそこ行ったね。下んとこね。ちょっと待ってくれ。そこにね、上になんかあるよ。見つけたら行かないと絶対忘れるもん。ほら、爆発するとこがある。ういっ。やははーだ。やははー。やははだと思ったよ。ほんとかいみたいな。たまにあれでさ、宝箱出るよね。この上は、この上はなんかある。やはは。やははないっすか？ちょっと待って、この上行って大丈夫？この上はやめとこうか。この上はちょっと後にしよう。ほんで一応そこも見とこうかな。
あ、やべ。やべやべやべ。落ちたー。あ、やははーだな。滝登りしちゃおうぜ。やははーだ。流れがきついぜ。そんで、やはは、流れがきついぞ。登る。よしよしよし。ここはやははないのかな。あ、これ図書室の上じゃない？え、どっから狙われ、あ、落ちちゃったよ。どっから狙われてんの。どこのやつ？あれ？あれかな、空飛んでる、空飛んでる系のやつかな。そうだな、屋根の上になんか、屋根の上になんかないか。あ、あるね。宝箱か。ルビー、ルビーめちゃくちゃ売っちゃったな、お金稼ぎのために。ここ前、ここは行ったとこかな、多分。あれ？行ってないか。ここは？そうだね、最初こっちらへん行ってたから。あ、そうだ、ここから入って船着き場行ったから、この辺りは行ってないとこだ。ちょっと待ってね、先に図書室をやっちゃおうか。あ、あ、さっき狙ってたのこいつか。まあいいや。お、図書室戻ってきた。さっき、登ったのがここだから、いるね向こうに。弓矢持ってるかな。何これ、扉？あ、はしごにしろってやつか。よいしょ。すんごいギリギリで乗ってる。あ、これ弓矢だ。ガーディアンナイフが壊れそうだ。ここがあれか、穴開いてた方か。雨が吹き込んできてる。目ん玉があるわけじゃない。よっよっよっ。そこにいるね。
壊れた。いや、片手剣使っちゃいたいな。両手剣はなんかボスとかそういうのに取っときたい。これで終わりか。まずは先に。あ、そうだね。ここの中をあと一通りこう見てこっち側来たら、中は全部見たな。オッケーオッケー。先に中を見よう。めんどくさいからリーバルトルネードを使ってしまう。いや、アイスの剣刺さってない。アイスの剣ってなんだ。アイスの剣取った。来年の壊れたらアイスの剣使おう。アイスの剣はね、雑魚的にいいよね。ボス戦あんま使えないけど。あ、君は弓矢だったか。ラッシュ狙ってたよ。いいね、爆ダイヤ。